そこは誰かを埋めた墓地のようだった。こんな場所に一体誰の亡骸が埋まっているというのだろうか。そんなことに思考を巡らす余裕はこの階層を進むとすぐに消えてしまった。
敵だよ、気をつけて。えい、回避。ちょっと危なかったよね。ここから先部屋間の行き来がね、つまり。じゃあね。Thank you.
怪我。なんとかしなくちゃ。あれは薬の材料。錬金釜があるなら。何を作ろうかな。聞かない頑固なところ、君は母親に似たんだろうな。ルナは、君のお母さんは、とて、そしてある日、この遺跡に賢者の石の秘密が隠されていることを知り、石を見つけるから。これは正しき道が一つ。囚われ続ける哀れな魂、安らかに。はあ、なかなかきつい。とにかく前に進む。彼女がこんなところへ来たのは、だから僕には、屍タクシーです。ちょっとの運賃を払えばダンジョンから一発で脱出できるんです。今回は初回サービス、タダで運んであげるけど、どうする？屍タクシーさん、お願い、旅芸人さんを安全なところへ運んであげて。お安いご用です。ほい、ご乗車ありがとうございます。当社は走行中揺れますので、安全のため棺桶の蓋を閉めるようご協力。お母さん、きっと無事だよ。
ちょっとの運賃を払えば入り口まで。どうしようかな。
敵だよ。気をつけて。私は聖騎士月の王の命、この地下へと続くエレベ貴殿もここまで。ここは一つ準備ができたら。来るぞ聖騎士ガウェイン、いざ参らん。気圧の本、しかしまずは気圧。
曲頼むわ。異端審問が控えている僕に曲を頼むのはもはや君だけだ。聞き納めにならないといいわね。だって最近はこれが私の唯一の楽しみなんだもん。それよ、ティンクトラ、つまり賢者の石。賢者の石を見つけることができればあなたの潔白は証明されるのよ。バカバカしい。賢者の石など存在はしない。ただの伝承だ。君は錬磨術師だろう。賢者の石の存在がどれだけ非現実的か、その身をもって知っているだろう。そうね。でも存在の否定はできない。だって世界は広いもの。私はまだ世界の全てを見ていない。君は意外と空想家だな。たとえ世界を見たとしてもそこにある。あら、あなたの歌は真実を伝えるためのものだったんじゃないの？彼女は石の存在を信じていた。諦めしかなかった僕は彼女の瞳にどこか憧れのようなものを感じたのを覚えている。秘伝のおかげでこれでようやく秘伝には礼としてこの剣のもとに、そして願わくは